声優プレイチャンネル対抗戦。海が存在する今ここに。海、清涼感。オイルを入れることによって光の乱反射、美しさが。呼んでいい。酒井小笠原の声優プレイ。早速ですが、新企画が始まるみたいです。そんなオーラは感じております。いや、そうなんですよ、ね、非常に見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、なんとですね、声優プレイチャンネル対抗戦。チャンネル対抗戦、どういうことですか？戦ってやりますよ。そう、その名の通りなんですけど、はい、まあ、あの声優プレイさんでチャンネル、いろいろなチャンネルがあるんですけれども、その全チャンネル、はい、全てのチャンネルを巻き込んだチャンネルごとの対抗戦という。なるほど、はい、お相手は先輩方ですか？そう、いろんな先輩方なんですけれどもね。もうひれ伏します。じゃあダメよ、戦うんですよ。今回はね、小野坂さんと江口さんのチャンネルで考えていただいた、うん、チャンネル対抗でやってみたい企画、それはですね、視聴者の皆さんに、まあ、どの企画が見たいかというものを投票していただいて、今回、あ、なるほど、この対決が決まったということで、日本ありますけれども、ですよね、うん、ハーブリムとはですね、植物標本という意味のインテリアフラワーのことでございます、うん、季節や環境に関わらずいつでも綺麗なので、お手軽なインテリアとして、話題に。というわけで、おさらいします。おさらいじゃないや、対決ルール説明いたします。お願いします。制限時間20分ということで、花は基本的に100均で用意できるので、今回は増加でございます。で、好きな瓶に、好きなお花を入れまして、一番可愛いと思う形を作る、うん、勝手が分からなかったので使えるか分からないですけど、なんかジンク持ってきてます。僕絵描くのが好きなので、このペンの先っちょですね、ペンの先っちょ。へえ。いや、なんかこれ鼻とかに引っ掛けてこう入れられたら、なるほどね、ちょっといいんじゃないか。シルバー要素もあって、まあ、確かにちょっとおしゃれ感はあるよね。なんか色合いとかもこれ、うん、大事ってことですよね。いや、もうそうですよ、配置とかもそうですしね。いや、難しい、まあ、立体ですから、なかなか難しいと思いますけれども、まあ、そこは試行錯誤したのでやっていただきたいんですが、今回この我々が作ったハーブリウムをジャッジするのは、なんとレジェンド野沢雅子さんでございます。どういうことですか？すごくない？ありがとうございますけど、どうしよう。お仕事で共演したことがあるわけじゃないのにね、こういう形でなんかこうね、関わりを持たせていただけるので、やばい、非常に嬉しいです。じゃあ作っていきますか。はい、ハーバリウム制作スタート。レッツプレイ。はい、というわけで早速作っていきたいと思うんですけれども、やっていきますか。20分ですよ、20分、ね、制限時間20分。まずだって瓶選びからやっていかないといけないからね。6種ありますね、今目の前。そうね、あ、まあそのめちゃくちゃ大きいやつはちょっとジンクの方しかないけど、これは絶対にプロ用ですって。いや、そうだよね、逆に難しいもんね、その空間を埋めるのが難しそう。まあ、ちょっとシンプルにこれにしよっかな。なるほど、縦長のやつ。縦長のやつに。じゃあ僕はこれにします。あ、いいね、かわいいじゃん。ちょっと G ペン、確かにそれ生かすためにはね、そう、俺何も持ってきてないから、ね、そうそうそう、使えそうなものをシルバーで、はい、合わせていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、はい、いやー、ちょっと今回統一感を持たせたいからね、まず桜をメインにしていきたいと思います。清涼な感じにしようかな。じゃあ僕はちょっと青っぽい感じというか、うん、いや、このヤシの木いいな。造形がかなりしっかりしている。いや、でもこれ浮いてくるっていうことを考えるとね、やっぱ、ね、浮くのか。そう、そうなの。待てよ、そもそもだからね、上になんかね、あの重めになるやつ。あ、でもそれ浮かないかもね。いいかも。これはなんか挟まりそうです、うん、あのサイズ問題もあるのか。いや、でも20分って意外とないですよ。いや、ないですよ ね、まずイメージ、サク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 やっていかないと最終的にこうなる、瓶がこうなる。ここに完成形をイメージしてるやつは先にここにもう見る、何が生まれるのか。海が存在する今ここに。海、清涼感。そして最終的にこのペン先がどういう働きをするか、それを想像する。いや、もうこういうのはね、もうズバッと行くべきなんですよ。思いついたらね、やるわけですよ。こいつの鋭さを際立たせるために、ちょっと柔らかなシュレットのもの。やっぱ野沢さんはね、きっとあのシンプルなのがお好きでしょうから、あんまりこう、いや確かにね、
やでも僕は母親がずっとあの花屋で働いていたんで、うん、え、あ、そうなの。ちょっと僕はもう花の扱いには長けてます。一回も花壇手伝ったことないですけど、これ何、なんかキノコみたいなの。これキノコですよ。あ、これキノコなの。トリュフじゃないですか。あ、トリュフ。すげえ。どっからどう見てもトリュフ。100均で売ってるの。確かに。マステってどうやって使うの。歌いが、マスカーダダサス、マスカーダダサス、マステ、あ、それはもうもうちょっとマイナスです。それ見抜きます。野沢さん見抜きます。一回倒したねってすごいな。もう気で感じるんだ。気でもう倒した、傷物だねって。うわぁ、マジでどうしよう。いや、見える見える見える、うん、このクリアパーツにオイルを入れることによって光の乱反射、美しさが際立たせられる。見えた。あ、枝、枝いいじゃん。枝、枝板がこう、これ入れすぎると多分このペンの、ペンのきらめきが分かりづらくなっちゃうので、ちょっとにしてみます。あと、2つ。いや、こんなもんすね、こんなもんすね。もう見てください。大垣タレオくんって呼んでいい。ノーガキタレオくんはやばい。ただの悪口。ノーガキタレオくん。二人は何の花が好き？ああ、花、でもやっぱ桜は好きですね。ああ、やっぱなんかウキウキ気分になる。僕なんだろうな、スズラン。ああ、いいじゃん、スズラン。あの村作りができる動物いっぱいいるゲームで、はいはいはい、あの村きれいにしてると咲くじゃないですか。あ、そうなの。そうなんです。きれいにしてないと咲かないんだ。きれいにしてないとラフレシアが咲くんですよ。え、じゃあラフレシアもいいじゃん。ラフレシアもいいんですけどね。スズランとか、なんか白い花好きですね。あー、いいね、ユリとか。スズランね。あー、ユリね。これちょっと、僕も入れます、うん、ファーストオイル。え、もう入れんの。ファーストオイルをここで入れるのが、マジ？オツ。見ててください。これで海を表現。あーでもいい、いい、あ、ちょ、いいわ。これで思ったよりいい。ほら、ほらほらほら、いい、すでに海。いいね。どうすか、うん、これが脳が来たね。脳が来たね、ゾウくん。いいじゃん。え、待って、ペンどうやって使うんだろう。確かにペンどうやって使うんだよ。ま、まずいぞ。酒井さん進捗どうですか。いや、もう俺ほぼできてる。え、いや、もう超シンプルに綺麗。完全にもうね、その、本当桜のイメージなのよ。俺もちょっとね、半分くらいまで一旦入れようかな。様子見しよう。こっからの展開、こっからの展開を見ろ。ちょっと僕も半分くらい投入します。こっからの展開、そうだそうだ、色、色、いや、もう、じゃあ浮いてこないな。うわ、思ったより浮いてこない、逆に。やべえ。そう、マジか。もらいましたよ。もらわれた。無作為、ランダム性、これです。うるさいわ、隣の人。入らなかったですけど。だってもうこれ全部入れちゃおう、とりあえず。酒井さん、たまにパワータイプですよ。ああ、でももう、いや、待って、何かを足したい。とはいえ何かを足したくはある。青みがもうちょい欲しいのか。ここでですよ、ワンポイント。ワンポイントシェイク。違う違う違う、台無しにしてんの。違う違う、ワンポイントシェイク。違う、もう奇跡待ちの作り方。よし。いい感じになるか、綺麗。でも後からオイル入れたらこれぐしゃぐしゃ。え、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗なもんできとる。あれ、いや、違う、意外とね、違うのよこれ。ちゃんとまだ完成がちゃんと、そう、まだね、微妙な、このもうちょっと花びらが浮いてくれる想定だったのにな。信じられんくらい硬い。ここに来て、あと2分です。いや、嘘だろ。最大の敵こいつ。あ、もうちょっと散ってほしいな、これ。くそー。え、待って待って待って、違う、手こずり方が違う。手こずってる種類が全然違う。そんなことがあるのか。スーパーサイヤ人になるんだ。あー、無理。ありがとうございます。あ、もう一個手に入れた。めっちゃ簡単に浮く。よし、入れます。本当に怖い。これで台無しになったらどうしよう。めっちゃゆったり入れないと色ってわからないのかな。よし、どうなの。やりました、僕は。僕もちょうど閉めて、そう、完成でございます。このハーバリウムに名前を付けさせていただくとするならば、桜舞い散る中に忘れた記憶はございませんということで、私はもう完全に桜をイメージしました。枝と、もう桜の花びらと、あと緑の葉っぱを少しアクセントとして入れまして、めちゃくちゃシンプルで、シンプルな仕上がりになりました。野沢さんの華やかなイメージもぴったりなんじゃないかなと。
作らせていただきました。ぜひこの一本気に入っていただく、以上嬉しいです。自分が作った作品こちらでございます。いやー本当にセンスに満ち溢れている。これは紺碧に横たわるマイストーリーズですかね。やはりその紺碧はこのねオイルで表させていただいて、まあ、この悲しくもこう横たわるペン先がいくつものストーリーを綴ってきたんだ、そして役目を終えてこんな美しいところで今横たわっているんだねという、まあわびしくも美しい物語が考えられる人々、やはりそう、そういうところをですね、野沢さんにはぜひともなんかこう感じ取っていただけたら僕はもう嬉しいでございます。もう僕の自慢の一品でございますのでよろしくお願いします。いや楽しかったな。楽しかったですね。これはなんかもっと大きなサイズでやっても意外となんかできた、楽しめそうな気もしますね。最大サイズのやつでやってもよかったです。最大サイズ、あれもなんかいつかやってみたいなと思いますけど、あ、そうなんですよ。あの次、はい、我々の次には河野さんが、河野まりかさんが、ファーブリームされるということで、河野さんの、うん、センスというか、いや、美的感覚をこう存分に、うん、ね、見せつけていただいて、まあ、お綺麗な方ですから。そうです、ね、河野さん、はい、そこもね、ハーバリウムにどんどん生かしていただきたい。ぜひ頑張ってください。はい。どこから目線なんだ。すいません、いやいやいや、お会いしたことないのに。レベル2ですよ。確かに。マジでどこから目線のことを。